お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。